オープンファイヤー、この馬が最後クラシックに向けて8頭、スタートしました内から2番のフリームファクシースタート1番のシェイク・アーハートがいきます7番のオープンファイヤーも今日は5分のスタートでさあオープンファイヤーはどうするか。 前の2頭、1番のシークワーハート2番のクリームファクシー、4番のレミージュ3頭の争い、この3頭が後ろを離していきます、5番のロゼル、うち3番のクールミラボー、そして7番のオープンファイヤーは後ろから3頭目、前までは10馬身ほどの位置です、8番のノーブルライジングがいて1頭、大きく遅れて6番のトーセントラブが最高峰 8頭が1コーナーから2コーナー今度は4番レミージュが先頭に立ちましたレミージュ先頭牝馬のレミージュ先頭でリードが1馬身半です2番のフリームファクシが2番手に上がってバックストレッチに入りました川田騎士は手綱を抑えながら3番手のインコース1番のシェイクウェアハートペースが落ち着きました残り 1200m ですあとは2馬身離れて外からは5番のロゼル内3番のクールミラボー2頭並んでいますそして2馬身差7番のオープンファイヤーが追走前からは6馬 残り1000メートル切りました。1分1秒2での通過。最高峰は5馬身離れて6番の当選トラムです。3コーナーのカーブに入ります。 4番のレミージュ先頭でリードが1馬身半800切りました2番のフリームファクシー2番手の位置3番手、1馬身差1番のシェイクー・バアハージ馬ンは変わりませんそれから5番のロゼルが徐々に上がっていった内からは3番のクール・ミラボー7番のオープンファイヤーも前との差を詰めていって5馬身の位置まで詰めていきました後ろの8番のオーブルライジング6番当トーセントラムも馬群に追いついて4コーナーのカーブ先頭4番のレミージュに2番のフリームファクシー早めに並んでいって直線フリームファクシは馬群 ババの真ん中に出していった川田優が先頭2番のフリーンファクシーフリーンファクシー内4番のレニージュ懸命に粘っている外から7番のオープンファイヤーオープンファイヤー現在3番手間から5番のロゼル1番のシイクイワハート坂を上がった2番のフリーンファクシー先頭ですが7番のオープンファイヤーが迫ってきたしかし抜かせないかフリーンファクシーオープンファイヤーフリーンファクシーオープンファイヤーボールイン2番のフリーンファクシー振り切りました